今日午前9時過ぎ佐賀市の佐賀大学医学部附属病院にファイザー社製のワクチン975回分が到着しました県内のおよそ4万人の医療従事者らを対象とする優先接種用のワクチンは第1弾として今日から来週にかけて佐賀大学附属病院や厚生館など県内5つの病院に合わせて9750回分が配送されます ワクチンは冷凍保存され、他の病院も含め、およそ20の医療機関の医療従事者が接種する予定で、早いところでは8日から、佐賀大学附属病院では15日から接種が始められる予定です。どうしても3回波が来てですね、やっぱりこれにプラスアルファ予防手段が何かあるかというと、やっぱりワクチンですよね。だからやっぱり、 新たな、えっと、予防手段としてのワクチンは医療従事者はやっぱり積極的にやっぱり受けるべきだと思います。